オフィル・メール・マルシアーノは、イスラエル・アシュドット出身のサッカー選手、フェーエノールと所属、イスラエル代表、ポジションはゴールキーパー。マルシアーノが10歳の頃に、地元の強豪クラブチームであった FC、アシュドットに加入し、2008年にプロ契約を結んだ。2009から10シーズンにトップチームへと昇格を果たし、2011から12シーズンから守護神を担った。 2015年7月7日、さらなる成長を求め、ジュピラープロリーグのロイヤルエクセルムスクロニエ1シーズンのみレンタル移籍をした。2016年8月26日、本人は以前から同僚のニルビトンが所属しているセルティック FC でのプレーを望んでいたが、当時2部にいたハイワーニアン FC に1シーズンのレンタル移籍をした。翌日の27日、 グリノック・モートン FC 戦で移籍後リーグ戦初フル出場を飾った。結果、このシーズンはリーグ戦通算21試合に出場し、クラブの一部昇格に貢献した。2017年7月、ハイバーニアンと4年契約を締結した。2018年7月、マルシアーノは指の怪我が原因で手術を行い、リハビリを余儀なくされたが、10月には、 チームの全体練習に復帰した。2021年6月30日、フェーノールトと2年契約を締結した。2014年10月10日、UEFA ユーロ2016予選のキプロス戦で A 代表デビューを果たし、この試合では2から1と勝利を収めている。2017年3月の 2018FIFA ワールドカップ予選のスペイン代表戦では、 自身のミスを含む4失点でスペイン相手に乾杯した。ありがとうございます。